中学受験のリスタート、たかしです。今日は年齢算の3回目、年齢の和算についてやってみようと思います。教材は概要欄に貼り付けてあります。ちなみに今日の問題、最初の2問は4、5年生でも解けます。ただ、後半の2問はちょっと難しいので、6年生向けかもしれません。その辺ちょっと気をつけてみてください。じゃあ、始めるよ。年齢算なんだけど、これ年齢算の1でも出しました。年齢算っていう特殊な解法は実はありません。解法そのものは今まで習ってきたいろんな解法の応用になってるわけだ。さあ、今日は何算になってるのか。まあ冒頭で言ってるからね、大体わかってるとは思うんだけど、問題を見ていきましょう。まず1番。今、私と父の年齢を加えるとちょうど60歳。私が生まれた時、お父さんは28歳でしたと。今、私は何歳でしょうっていう問題です。まあこれね、やっぱり線分図にしていきましょうか。私とお父さんがいて、まあお父さんの方が当然年上なんでしょう。そしてこれを加えたら60歳っていうことが分かっています。で、今の私の年齢を出してくださいっていうことなんだけど、これ問題文の中でちょっとんって思うのはこの部分なんだよね。私が生まれた時お父さんは28歳でしたと。これどう使うのっていうことです。これはね、こういうこと。私が生まれた時、もちろん私は0歳です。この時お父さんが28歳だったんだよね。そうするとね、この後私成長していくよね。例えば私が5歳になった時にお父さんはっていうと33歳っていうことになるはずだ。さらに成長して私が10歳になるとお父さんは38歳になります。つまり年齢の特徴だよね。年齢っていうのは差はいつも変わらないっていうことになります。つまり私とお父さんの年齢の差は何年経とうが28歳差があるっていうことが分かってるわけ。そうするとさっきの線分図もわかるよね。お父さんと私の長さの差、この部分が28年分っていうことになるわけ。さあ、これで今回何算になってるのかっていうと、60歳が私とお父さんの年齢の合計和だよね。そして28歳がお父さんと私の年齢の差っていうことだから、和差算っていうことになります。まあ、線分図で見てもわかるよね。60歳からこの28歳分を引きます。これが私2人分っていうことになるから、割る2で今の私の年齢は16歳っていうふうにわかるわけ。で、3人になる場合もあります。私と弟は2歳離れています。弟が生まれた時、お母さんは32歳でした。今、私と弟のお母さん3人の合計が64であると。今の私は何歳ですかっていうことだ。これも線分図にしてみよっか。まあ3人いてね、お母さんが一番年上で、弟が一番年下なんでしょう。で、3人の合計が64歳っていうのが今わかっています。で、さらに私と弟は2歳離れてるんだよね。つまり私の方が弟よりも2年分年を取ってるっていうことが分かってるし、弟が生まれた時に母が32歳っていうことは、母と弟の差はずっと32歳っていうことが分かってるわけ。さあ、そうするとこの3つの合計が64なわけだから、64からこの32と2を引きましょう。そうするとこれが弟3本分っていうことになります。割る3で10歳。これが弟っていうこと。で、年齢算。この10歳を回答欄に書きがちなんだ。でもこの10歳はさっきも言ったよね。弟なんだよね。今聞かれてるのは私の年齢です。私は弟よりも2歳年上。答えは12歳っていうことになるわけ。さあ、じゃあ3番。ちょっとレベル上げていこっか。現在、太郎くんの家族は太郎くん、父、母、妹の4人。4人の年齢の和が104歳。そして、母と太郎くんの年齢の差が28歳。太郎くんと母の年齢の和は、妹と父の年齢の和と同じ。現在、太郎くんは何歳ですかっていうことなんだ。ごちゃごちゃだ。そうだよね。問題読んだだけでやる気なくなっちゃうような問題だよね。で、こんな問題は、まず書いてある条件を整理していきましょう。この問題ね、よく見ると数字実は2つしか分かってません。104歳っていうのと28歳の2つしか数字出てきてないよね。じゃあこの2つの数字一体何なのかっていうことです。そう、
104歳っていうのは4人の年齢の合計だよね。で、28歳っていうのはお母さんと太郎くんの年齢の違いっていうことになってるわけだ。そうすると、この104歳は4人の年齢の合計、つまり和になってるんだよね。それに対してこの28歳は年齢の違い、差になってるわけだ。そうすると和差算なのかなっていうふうにいくんだけども。これだけじゃ和差算にならない。あ、そうだよね。この差は母と太郎くんの差なのに対して、この104歳は全員の合計だからね。この2つで和差算にはなってません。ということは逆に言うと、例えばね、太郎くんと母の年齢の合計なんかが分かれば和差算に持っていけるわけだ。さあ、そういうのが分かりそうな部分、問題文にあるかな？そうだよね。この最後の条件まだ使ってないよね。これは、太郎くんと母の年齢の合計が妹と父の年齢の合計と同じっていうことだ。ちょっと式みたいにすると、太郎くん足す母っていうのと妹足す父っていうのが同じって言ってるわけ。さあ、この条件どうやって使おうかな。なんかね、気づかなきゃいけないことがあるんだよ。家族全員だ。お、早い。鋭いね。そう、これね、家族全員なんだ。ここで出てきた太郎くん、母、妹、父。これ、4人で家族全員じゃん。つまり、全員の年齢の合計は104歳って分かってたわけだ。ということは、この2人の合計とこの2人の合計が等しいっていうことは、104÷2 の52歳っていうのが太郎くんと母の合計でもあるし、妹と父の合計でもある。こういうことがわかるわけ。じゃあもうわかるよね。太郎くんと母の合計の52歳と太郎くんと母の年齢の差の28歳。ここで和差算になるわけ。太郎くんだから52歳から28歳を引いて2で割ります。太郎くんの年齢が12歳っていうことがわかるわけだ。もうちょっとやってみようか。4番です。現在、父、母、子供3人の家族の年齢の合計が102歳。父は母より5歳年上。10年後、父と母の年齢の和は3人の年齢の合計よりも50大きくなると。父の年齢を求めなさいっていうことだ。もうこれもね、見ただけでやる気なくなっちゃうんだけど、ゆっくり整理していきましょう。この問題の場合は、まず現在、これについて分かっていることを見ていきましょう。そうすると、まず、全員の年齢の合計が102歳。これが一つ目だよね。で、もう一つ分かっていることがある。父は母よりも5歳年上っていうことが分かっています。そして、もう一つの情報は、10年後の情報が分かっています。この50大きくっていうのは、何と何を比べてるのかっていうと、お父さんとお母さんの年齢を足したものと、子供3人の年齢を足したもの。ここを比べると、お父さんとお母さんの方が50大きくなるっていうことが分かっているわけ。さあ、じゃあ数字の意味を整理していきましょう。この102歳っていうのは、そう、合計和なんだよね。それに対して、この5歳年上っていうのは、お父さんとお母さんの年齢の差になっています。そして、この50大きいっていうのも、父母の年齢と3人の子供の年齢の差っていうことになってるわけだ。さあ、これもなんか和差算っぽい匂いがするんだけどね、どこで和差算ができそうなのかわかるかな？これは、この部分を使っていきましょう。これは父母の年齢と3人の年齢の差なんだよね。50歳。そうすると、この時の父母と3人の子供の年齢の和がわかります。ここからわかるわけ。つまり、ここから10年経ってるわけだから、5人とも全部10歳ずつ年を取ってるんだよね。102歳から 10×5 だけ年齢は増えてるはずです。ということで、10年後の全員の年齢の合計は152歳っていうことになります。そうすると、ここで和差算。152+50÷2っていうことで101。これがお父さんとお母さんの年齢の合計っていうことになるわけ。さあ、この問題は和差算2段重ねになってんのわかる？今度は、この2人の年齢の合計がわかってて、2人の年齢の差はずっと5歳なんだよね。ということで、101+5÷2でお父さんの年齢が出てきます。ただし、ここも注意ね。
この53歳は10年後の父だからね。現在の父はっていうと43歳っていうことになるわけだ。ではまとめます。年齢の差が変わらないっていうことを利用して和差算になるパターン、これも年齢算で非常によく出てくるパターンです。もしかして和差算なんじゃないかなっていう気持ちをちょっと持ちながら問題を読んでいくとうまく解けるようになると思います。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。